皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2020-2021の情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで、まあ今回まあいろいろアプリのアップデート情報だとか、あとはライセンスの情報なんかもまあ出てきた中で、まあそれに隠れてまあ細かい情報なんかがまあ出てきているので、まあそちらをねまとめて紹介していこうと思います。まあツイッターとかコミュニティなんかでは紹介した内容もあるので、まあそちらもねまとめて紹介しようと思います。まあツイッターなんかでは結構先に動画出す前に情報を紹介したりとかするので、気になるという方はツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。ということで、今回の情報はまあアプリに関係するもの、そしてプレフォーに関係するもの、まあそれぞれあって、まああと共通の話題なんかもあるので、まずはアプリの情報から紹介して共通の話題、そしてプレフォーの話題という感じで、紹介していくので、皆さんがされているプラットフォームで、必要な情報だけでも見ていただければいいかなと思います。ということでやっていきましょう。はい、まずはアプリの情報から見ていきたいと思います。まず今回紹介するのはこちらですね。今回8月27日でアプリの更新が来たんですけど、こちらをしていただいたお客様に、ブラックボール ×1 の方がプレゼントされています。こちらは8月30日、日付が変わるまで31日になるまでですね、こちらに、アプリをログインして、更新すれば受け取り箱にブラックボール ×1 の方がプレゼントされるというイベント、いつも結構ありますよね。こちらになっています。そうですね、これを引くか引かないかはそれぞれで判断していただければいいと思うんですけど、こちらのガチャチケットに関しては更新されることが決定しているので、その辺は前回の動画でも紹介しましたが、こちらは大型アップデート後に使うのがいいのかなと思うので、今は残しておくのがいいと思います。はい、ということでここからは共通の話題をね触れていこうと思います。まずは、こちら昨日お知らせが来ていたんですけど、コミュニティなんかでは紹介したかな、ユーロ2020街での優勝予想キャンペーンのコイン配布についてのお知らせ来ています。今回、フランスが優勝したということで、フランスを予想されていた方に130マイクラブコインがそれぞれ配布されていると思います。アプリに関してはコインが引き継げるので、暇使うのか使わないのか、それぞれで判断していただければいいと思いますが、プレフォーに関してはウィニングレブ2020で配布なので、2021に繰り越せないというか持ち越せないというか、引き継げないんで、そうですね、今週の、POTW 引いてみるだとか、あとはレジェンドとか引いてみるとか、そういうもので、使うのがいいのかなと思います。参加総数が170万人ぐらい、超えているということで、予想的中した方77万人ぐらいいたということで、山分けで、130マイクラブコインになったということですね。もともと予測なんかをされている方がいたと思うんですけど、60とか、結構少なかったんですけど、今回ね倍近くもらえたということで、なんか得した気分になったんですけどね。はい、それからウィニングレブン2021のオフィシャルパートナーの方が発表されたんですけど、前回ね動画なんかでも紹介しましたが、こちらちょっと2020と2020を比較していこうと思います。2020と比べると、23クラブが今回発表されたんですが、追加自体はローマだけです。こちら、全体見てもローマだけしか追加はなかったようです。で、その代わりパートナークラブでなくなったのが5つのクラブということで、ヨーロッパでいうとミランとインテル、そしてモナコの方も外れてます。それからマジョルカですね、こちらも外されてます。あとは南米でいうとパルメイラスの方が今回外れたということで、合わせて5クラブがパートナークラブではなくなっています。ミランとインテルに関してはもうそもそも、偽名収録になるので、さすがにね外されるのは仕方ないですね。あとモナコに関してはおそらく FIFA が、フランスリーグアンとのライセンス契約関係で、ライセンスを結ぶという噂なんかもありましたので、それが絡んでモナコ外れたんじゃないかなと思ってます。はい、あとはマジョルカに関してはどうですかね。もともと契約が切れるという話はねしたと思うんですけど、動画なんかでも、久保くんの移籍とかもやはりあるのかなという感じはしましたね。ミランとかインテル、モナコ、マジョルカに関しては、クラブセレクションの登場回数とか、あとはそうですね、公式大会での使用、この辺は基本なくなると思われます。パルメイラスに関しても、クラブセレクション2020とか2019なんかでも来ましたけど、2021では登場しないのかなというところですかね。ドゥドゥなんかが来ましたね。それからツイッターなんかで話題になっているのが、マジョルカの代わりにビジャレアルが、パートナークラブになるんじゃないかという噂はあるんですけど、特に情報はありません。噂程度なので、久保くんの移籍なんかもあるので、可能性はあるのかなと思いますが、特に今のところ発表はありません。はい、ここからはプレフォーの話やっていきたいと思います。
まずはユニングレブ2021の予約ページをチェックして300マイクラブコインゲットのチャンス、こちらの第3弾が来てますね。はい、こちらについては2020で配布されるので、はい、こちらも繰り越せないので、まあ、そんなにやらなくてもいいようなイベントかなと思いますが、まあ、コインがどうしても欲しい方、まあ、レジェンドのボックスガチャ引きたいとか、まあ、そういう感じで引きたい方は、まあ、チェックしてみるのはいいのかなと思います。ちなみにこれは前回というか過去にも動画で紹介しましたが、ゲーム内告知から、トップメニューの方から、下にスクロールしたら確認することができます。はい、期限は次のメンテに入るまでとなっているので、コインがどうしても欲しいという方はチェックしてみてください。それから継続特典の条件内容のところで、期日の方が迫ってきているのでこちらも紹介していきます。9月3日なので次のメンテですね、木曜日のメンテまでに条件を満たしている場合に限って、1番と2番の条件、特典の方がもらえるので、まだ条件を満たせてないという方は9月3日までに条件を満たすことをお勧めします。まあ、ただマッチデーに関しては今回もウィニングレブン2020では来ないと思うので、こちらはちょっと条件満たすことができませんが、1番のまあアイコニックとかレジェンドの合算数に関しては、こちらボックスガチャが今出ているので、そちらで条件を満たすことができるので、次のメンテまでにぜひ条件を満たしていただければと思います。はい、それからスタジアムなんですけど、こちらについてもちょっと比較をしたんですが、今回サンシーロとあとジュゼッペメアッツァ、こちらに関してはインテルとミランの、まあ、ホームスタジアムなので、収録さすがにね、なくなっているということになっています。あとはマラカナンもね、収録されないということで今回一覧に載っていませんね。あとは、ユーロ2020のコンテンツなんかで追加された、サンプトペテルブルグルスタジアム、こちらについてはウィニングレブ2020ではオフラインで、専用のスタジアムだったんですけど、こちらも一応収録が確認取れていませんね。ただし、モナコの本拠地のスタッド・ルイ・ドゥかな、こちらについては収録が決定しているということで、まあ、パートナークラブではなくなったんですけど、まあ、モナコ自体のライセンスはあるのでスタジアムは残ったのかなと思います。はい、あとはまあオリジナルスタジアムについても特に変わったところはなさそうです。はい、最後に PC 版のウィニングレブ2021の話について紹介していきます。こちらクラブエディションの購入条件なんですけど、 PC 版に関しては複数の、クラブエディションを購入したりはできないので、結構前にお知らせが来たので Twitter ではねつぶやいたんですけど、まあ、動画にはしてなかったので一応紹介していきます。PC 版は1つのアカウントでスタンダードエディションもしくは1種類のクラブエディションのみ購入できますということで、まあプレフォーは複数買いできるんですけど PC はできませんよというお知らせが来ているので、まあ、PC 版されている方がどれだけいるのか分かりませんけど、こちら紹介されているので紹介しておきます。はい、ということで今回はウィニングレブン2020-2021アプリとかプレフォーの情報、まあ、PC の情報なんかもありましたが、全てまとめて紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ、Twitter とか、まあ、コミュニティなんかでは先にね紹介しているので、まあ、気になる方は早めに知りたいという方は Twitter のフォローなんかもぜひよろしくお願いします。こちらのチャンネルではウィニングレブン2021の情報、2020の情報もなんかも紹介しているので、チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録を、そして高評価、ツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。